バンクの上の方から打勢をつけて5番の竹田グイーと行くが、マークの竹内が離れてしまった。打勝です。5番の竹田が短距離逃げる展開、氷を別線の地域高鍋と黒川で追いかけていきます。5番の竹田後ろを見た、おっと誰もに気づいたが、そこを強引に黒川がホーム叩いていく。ホーム叩くが8番の太田もついていけるか。太田がちょっとこれは離れてしまって、5番の竹田が2番と押された。懸命に地元太田、地元の意地へ追いかけています。今度は7番隅が離れている。切り替えて4番の原が3番手、6番の平が4番手、1番8番4番6番、9番の小林も切り替え、5番手から外、3番手から4番の小原追い込む勝負、直線コース、1番黒川先頭、黒川先頭、3番手から4番の小原、さらに外9番の小林信春、9番4番か。